何がいい？スガスガーだって、じゃあ、あ、めっちゃうまこれ。ハローニホーソロブギー生サイヤーショーダリーチョマゲジャパンイエイアヤアダスペシャルゲストハリーニマサヤベンイエーイまさかの親子共演そうなんですよ祝日で学校がお休みで学校がお休みなんで一緒に行きましたというわけで今日はねこちらじゃんヘポンフードコース結構遠くまで来たね結構遠いメトロプリンメトロプリン前駅のすぐ近くのこのフードコート来たんで今日は子供と一緒に食べていきたいと思います。okay、それじゃあ行ってみましょう。イエーイ。はい入りました。いいね。わおしゃれ。めちゃめちゃ店いっぱい。ね。カメラみたいなね。カメラに映らないんだよね。ちっちゃくて。あいいね。勉強は何食べますか。何食いたい。何食いたい。チキン。チキンね。お父さんチキンをご賞味らしいです。これとかいいじゃないですかってよ。これ何すか？アパイニ。これ何？豆腐いいか。あ、豆腐。あ、豆腐。あ、チキン。あ、え、てかうまそうじゃないですか。手羽先。じゃあこれにしますか？これにしますか？これはいい。これもさ、日本日式日本式。これにしましょうか。オッケーね。じゃ。俺らも読めないこれなんだあ、もういいや読んでミニサトゥミニサトゥはい、はい、注文してはいミニサトゥミニサトゥ OK? OK Thank you Thank you どれにするやっぱここはさオンザテルしてる方がいいねラムあ、ラムいいねラムか牛にしようかな。オッケー、じゃあ。あ、一番インサート。はい、イエス。じゃあこれで注文完了ね。取れました。オッケー、注文完了。はい、で揃いました。めっちゃうまそうだな。めちゃめちゃうまそう。これがステーキ。こちら牛ステーキね。そう、ビーフステーキ。でこれがチキンステーキ。チキンのなんか。なんか。ということで、よしめちゃめちゃうまそうなんで食べます。食べていこう。絵を送って先。どうだ。熱い。熱いな。すだ。すだ。ああ、熱いね。熱い。いいな。俺も行こう。よし。言ってそっちも鉄板焼きやな。そうそうそう。自由だ。よし。よし。うわ。うま。うまいね。なんだってじゃあ。いいね。うん。うま。まさかの親子共演。いつもね、YouTube 出たいって言ってたもんね。ちょんまげジャパンが上がって、でも上がってる時間仕事してるから。うん、家帰ったらもうすでに見てる。美味しいですか。サングスだ。これパンなんだ。中に中入ってる。え、そうなん。あ、本当だ。何これ。ジャム。ちょっと食ってみて。食べてみてね。何それ。それ何が入ってるの。あんこ。なんかクリーム。甘い。クリーム。甘い。甘いクリームなんだ。クリーム。クリームって感じだ。え、クリームって感じない。で、これ普通のね、多分マッシュルームスープ。これなんだろう。これつけて食うんじゃん。ああ、なるほどね。待って、でもクリームだし、ね、合わんかも。合わんかもしれん。うん、合う。合う。合う。合うらしい。むずい。ベイより子供みたいな。いや、むずいかな。てか、麺一人でこの量食べれるか結構多くない結構多いですよ、多いよねちょ、俺も味見味見お父さんのお手本見せてくれるんだ
あ、めっちゃうまいこれ。あ、マジ1個じゃ味わかんないで、これマジうまい。なんかソース以外のこれにも味がついてる。あ、衣？うん。これ何味？なんか、うん、何味かわかんない。うん、何味かわかんないもよく聞くな。なんかね、何味かわかんない。何味かわかんない。何味かわかんない。ねえ、マレーシアは楽しい？楽しい。もうマレーシア人になっちゃった？イエス。イエス。お父さんも完全マレーシア人になってるから。そう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 。最悪、オランマレーシア。マレーシアね、好きだから。そう。どうですか、マレーシアは何が好き？うん。こういうとこが好き。大きい声で、大きい声で。ここ見ながら。こういうとこが好きです。公園。日本にもあるやん、公園。マレーシアの公園大きいよ。マレーシア人は？マレーシア人も好き。なんで、なんで好きなマレーシア人？だって優しいからみんなが。ああ、ね、みんな言いますよね。ね、別に言わしてるわけじゃないから。てか、インタビューでもやっぱマレーシア人優しいわな。みんな言う。みんな言うね。だって優しいもん。確かにね。そういう時は、今はオラン、マレーシア、サンガバイ。M はオラン、マレーシアさんがばいい。今のは仕込みです。せっかくだからじゃあちょっとレンのインタビューでも撮るか。レンは何歳ですか？5歳です。マレーシアに来て何年ですか？もう5年ぐらい経ってるかな。5年。1年です。1年です。マレーシアは好きですか？好きです。ご飯は美味しいですか？美味しいです。ここ見て、うん、美味しいです。イエーイ。笑って。マレーシアの完全ローカルな現地の幼稚園に通ってるので。あ、そうだよね。そう、別にそんななんかいいところのインターナショナルとか行ってるわけでもない、日本人学校行ってるわけでもない。うん、マレー語で幼稚園のことタディカーって言うんですけど、うん、完全にタディカーに通ってるんですよ。すごっ。なんでもう完全に同級生全員ムスリムのマレーシア人。へえー、一人だけ日本人。一人だけ日本人。それはそれですごいな。そうだから先生たちもみんなマレー語で。じゃあ全部マレー語喋れるの？喋れます。すごい。じゃあマレー語で自己紹介できますか？マレーシアさんがバイ。自己紹介じゃないけど喋ってるからよしとしよう。カズ、うん、はカズは違う。パッマなんてどうだパンスやすくぞ。おお。僕よりすごい。僕5までしかいけんわ。はい、完食でーす。うまかった？うまかった。最高でしたね。最高。私も最高です。で、メトロプリマーまでね、めったに来ないからね。初めて来た。そう。ね、めっちゃ、はい、もう今からだな。なんかそう、今から店がだんだん開き始めてるって感じ。そうね。今度は夜来よう。そうですね。夜も撮りたい。食い気もあったし。出た。ちょうど閉まってて食えんかったんですよね。見つけてはいたね。今度こそ行きましょう。オッケー。はい。行くよ。それじゃあまたねー。よろしくー。バイバーイ。